同人のサタデーナイトゲームショーへようこそということで、今晩もエアコンフリクトベトナムの方をやっていきたいと思います。いくぜ。タンホア橋は対空砲で守られている。まずは対空砲を破壊するんだ。なるほど、まずは対空砲を破壊して、それから橋をうんぬんってことか。あれ待って、戦闘機飛んでない？どうなんだこれは。落とすやつがないけど、爆弾こっちか。こっちでとりあえず落としてった方がいいんだろうな。まあちょっと周り飛んでるやつらは仲間に任せて、俺は対空砲をね叩いちゃいましょう。まだ早いか。これはちょっと距離があれだな。投下した。ドンピシャだな。よし、 OK。 だいたい目測合ってたらしい。よし、じゃあ旋回して2つ目とシャレ込みますか。別にシャレ込まないけどね。投下した。よし、 OK。 ドンピシャだな。 OK、 命中命中。あと2つか。なんとか損傷ゼロで行きたいな。おそらく当たりはこの辺り。爆弾投下。よし、 OK。 あと一つ壊すと一応このミッションは先へ進む感じだね。よし、この辺りか。上を飛んでるな。爆弾投下。命中したようだ。よし、 OK。 対空砲全破壊。さあさあ、この次は多分ミグと戦うのかな。対空砲は沈黙した。あとは橋を破壊するだけだ。橋を破壊するだけか。これもまた爆撃か。じゃあまあこいつのままでいくか。そして戦闘機どっか消えたな。でここを爆撃するんだけど、あ、なんかいくつか目標があるんだね。まあいいか。爆弾投下。命中確認。よし、一つ壊。でもさ、道路っていうか橋が途中まで壊れたら、中腹あたりが壊れたらもう橋として機能しないから俺たちの勝ちじゃねえか。まあそんな細かいことはいいか。投下する。命中確認。よし、オッケー、破壊したぞ。ダメだ、ほとんど効いてない。効いてないっすか。命中確認したのに効いてなかったか。相当屈強な橋みたいだな。なんて頑丈な橋だ。仕方がない、一旦給油地点まで撤退しろ。撤退するの？退却して給油を行え。ちょ、なんかいろいろ来てるけど、いいの？これそのままガン無視で逃げていい感じですか？給油地点まで。給油地点どれぐらい先なんだこれ。アフターバーナー使うか。結構燃料積んでるし。ああ、ガンガン食う。燃料ガンガン食うな。おそらくこっちの方向に補給地点があるんでしょうね。まあ敵地の近くにあるってことはないだろうから、まあある程度飛んでいかないとダメなんでしょうけど、敵は全然追ってこれてないけど。かわいそうな敵さん。アフターバーナー燃料切れる。20キロもあるぞ。20キロもありますけど、でもまあ時速800キロぐらいで飛行してるからあっという間だな。時速800キロってどんなスピードだよ。やっぱ飛行機って速いんだね。でも撤退すればいいだけかな。着陸しろとかそういう無茶なこと言わないよね。
着陸とか空中給油とか一番嫌いだからね。なんでわざわざこんな遠いところを飛ばせるんだ。おそらくこの道中で敵と戦ってねとかそういうことなんでしょうけど、めんどくさいからそんなことはしない。仲間も死ぬ可能性あるし。長えな、あと7キロか。ほんと戦闘機とかさ、ヘリコプターとかあればさ、学校とか一瞬だよね。だってそんなさ、300キロ400キロ離れてるなんてことはまずないから。ヘリコプターで行ったら多分ね、どんなに遠くたって20分ぐらいで着いちゃうし、いいよね、空飛ぶの。マジ？落とされないよう護衛するんだ。給油の件はどうなった？給油はどうなった？敵の戦闘機を破壊しろ。サイドワインダーが8発か。それなりに積んであるね。どこだ。よし、敵を捕捉。いやいや、早いな。おお、後ろからぴったり疲れてたみたいだな。てか当たれ当たれ。やったぞ。よし、一気撃墜。こいつはまずいな。ミサイル当たってしまったか。お、あ、やられた。まあでも3機ぐらいだから、別にこいつらビルコラク遊撃隊じゃないから簡単に倒せるでしょ。よし、これで一機は落とす。偏差を狙って。まずい、損傷が激しい。ちょっと当たってるし。相当フレアを放ったにもかかわらず当たってるしっていうね。あれ、偏差できてない。あ、もうフレアねえじゃん。やったぞ。あー、あと1機違う、あと2機か。何を勘違いしてたんだか。よし、いい感じだ。よし、オッケーオッケー。横っ腹を狙っていけるとすごい楽だね。よし、正面から来るか。ならばよろしい、落としてやるぜ。あー、くそ、ダメだった。お、やばいやばい、ストールしてる。速度を落としすぎたな。危ない危ない。一気減ったな。よし、オッケー。撃墜。終わった。ミッション結果、1965年4月3日、アメリカはフォンター橋を破壊するために空対地ミサイルと750ポンド爆弾を積んだ爆撃機79機を派遣したが、それでもこの橋を完全に破壊することはできなかった。750ポンド爆弾。そういえば、あれだよね、日本橋、大阪の日本橋で何ポンドだっけ ?2500 とかだっけ。なんかそれぐらいのなんかすげえ爆弾が、250ポンドぐらいか、の爆弾、ね、処理みたいなのありましたね。パパ、私、字が書けるようになったの。ママがお手紙書いていいって、書くのが上手って褒められたの。ベスの犬に子供が生まれて、みんな飼ってるの。私も飼っていい？ママはパパに聞いてみてって。ご飯あげて、お散歩して、撫でてあげるよ。クリスマスには帰ってくる？いい子にしてたら、サンタさんが来てくれるってママが言ってた。悪い人をやっつけてね。悪い人か、うん、難しいもんだけど、悪い人悪くない人ってのはどういうところで決めるべきなんだろうね。ということで、ファントムが
アンロックされましたね。双発エンジンを積んだ全天候型戦闘機でベトナム戦争の象徴的存在。またその優れた加速力はドッグファイトへの突入や離脱を意のままに行うことを可能にさせた。ベトナム戦争では合計761機が失われている。相当出て相当死んだんだね。ファントムかっこいい。スターライト作戦。この地域のベトコン部隊が襲来基地を脅かしている。すでに海軍が大隊を展開させており、戦艦ガルベストン、カビルドもその支援についている。報告によれば敵の戦力は1500、迫撃砲をいくつか持っているようだ。まずは兵員の輸送を行い、その後は海兵隊が敵を掃討するまで火力支援を行う。地上部隊の生存は我々が握っていると思え。ってことはヘリコプターか。色恋とファントム、コブラ、ヒューイ。あ、色恋とコブラとファントムで行くのか。よし、じゃあ行こう。着陸地点は激戦区域の近くだ。海兵隊を運び、部隊が体勢を整えるまで敵を引きつけろ。オッケーオッケー。ということで、まずは、おっと、いきなり当たったな。まずこっちに運んじゃえばいいのか。攻撃を受けている。分かってる分かってる。まあでもなんかこれそのまま降りちゃえばいいんじゃない。ダメ、結構食らってるけど。降りれそうだよ。降りるね。ゴリ押し。よし、いいぞ。戦車だ。ベトコンがいっぱいいるな。ん、またこれか。攻撃を受けている。わかってる。クソいるな。ちょっとさっきのところで無理しすぎたのか体力がやばい。おら、爆弾じゃ爆弾。すげえいるな、おい。何これ。いすぎじゃないか、これ。損傷が激しい。止まるな。まあ、こいつらは全員倒せってことなんでしょうけど。ちょっと待って。敵の攻撃だ。わかってるわ。なんかすごい揺れてない？ああ、そっちからも撃たれてんのか。はい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 、グレネードグレネード。クソったれが。うわー、めちゃくちゃいるな。ベトコンってこんないるの。攻撃を受けている。はい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 、沈んで沈んで、早く早く早く。よし、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、行こう行こう。あー、やべえなこれ。どんだけいるんだよ、いすぎだろ。いやー、車湧いてこないで。敵の攻撃だ。分かってる、やばいって。体力半端ない。ちょこれやり直した方がいい。いい伝説。やばい。よし、 OK。 危ねえ危ねえ。わわわわわわ。ちょっと落とされますけど、落とされますけど、これ大丈夫ですか。あれ、敵の反応がなくなあ。この車は何なんだ。この車
は？うん、別に何でもなかった。任せさせて。させてもらってよかった。あ、よしよし。10% だったらいけるか。何を持っていけるとかいけないとかわかんないけどさ。さっきよりかは、うん、全然体力残ってるね。これはどうしたらいいんだ。なんか敵のあの反応が、赤いサークルがなくなっちまったんだけど、分かりにくいんだけど。おう、終わった。敵の地上部隊がこちらに向かっている。敵の戦車を破壊し味方を援護しろ。なるほどね。お、体力がマックスになったっていうか、別の日なのかこれは。わかんない。ジョー・トンプソンがさっきはあの色恋に乗ってたのに、今度はコブラに乗ってるっていう、よくわかんない感じになってるけど、まあ、つまりそういうことなんでしょうね。どういうこと。動くものに当てないといけないのか。敵の攻撃だ。割ってますよ。くそ、かてえな。硬いけど、ここら辺から当たるかな。ここら辺から当たるんだったらここから当てていきたいんだけど、そううまくはいきませんか。ちょっとお願いします。あんまり当てないでください。倒せてる、これやっと一気か。敵の攻撃だ。どっから撃たれてんのこれ。そんな遠くまで当てられんのあれ。何なのか分かんないけどね、あれ戦車かなんかでしょ。損傷が激しい。まずいまずいまずい。一回逃げよう。お前めっちゃ遠くにいるな。何してんだよ。何、いけないの。いけないの。なんでやねん。なんでやねん。あ、いけたいけた。なんでこんなめっちゃ遠くにいるの、この人たち。来いよ。仲間来いよ。なんなんだよ。操作してないと何もしてないのか。まあいいですけどね。どうしようかな。ちょっとあの遠くにある対空砲あたりも破壊してった方がいいのかな。でも個人的には PT を破壊しちゃった方がいいと思うから。当てるためにも結構近づかないといけないんだよな。よし、オッケー。オッケーオッケー、分かってる分かってる。で、よし、オッケー。離脱離脱。あれ、なんかまた増えたな。PT が増えたな。PT となんか戦車が増えたな。まだまだ来るぞ。まだまだ来るか。オッケーオッケーオッケー、分かった分かった。安全な地帯まで撤退しろと。敵の抵抗が激しい。あとは味方の爆撃機に任せよう。それがあれか、なんだっけ、さっきアンロックされた機体か。2キロ先のあそこまで逃げると。まあ、2キロだったらあっという間でしょう。よし、行くぜ。これは高度上げた方がいいか。迂回しようか。これはどこまで逃げたらいいんだ。降りる必要あんのかな。しかもなんか対空砲あるし別に安全じゃないっていう。え、なにこれ、着陸すんの。着陸する意味は。狙われてる。着陸しないよ。
何俺何したらいいのこれ。ここに行けばいい。何敵の地上兵器を破壊して離脱しろ。だから迫撃砲による猛攻を受けているクラスター爆弾を落としてやれ。はあ、はあ、なんかやっぱいろいろ適当だよなこの敵。うお早くね早くねえか敵の基地ね。はい、命中確認。早いしこのエリアのリミットがめっちゃ狭い。クラスター爆弾発射。直撃だ。よしよしどんどん削ってるぞ。めちゃくちゃ速いなこいつ。しかもこれ乗ってんのもトンプソンだ。爆弾投下。命中確認。オーケー。いい感じですか。であとどこら辺だ。この辺りか。この辺りか。直撃だ。まだ残ったな。クラスター爆弾なくなりそうなんですけど大丈夫。爆弾投下。あ当たんなかった。嘘でしょ。ちょっともう弾がないんだから当たんないとかそういうそういうのはやめてくれ。やばいあと一発しかねえよ。とりあえずここぐらいは破壊したい。命中確認。全部壊さなくてよかったんだ。でクラスター爆弾がなんか8発に増えたけど何すればいいの。敵の基地を あ終わったの。中途半端に中途半端だな。ミッション結果。1965年8月18日アメリカ軍によるスターライト作戦は大成功に終わった。この戦いにおけるベトコン兵士の死者は600名以上にも及んだとされている。俺たちは一体誰と戦っているんだ。こんな日々の糧にも満足にありつけない人々がアメリカの脅威になるというのか。家屋を爆撃し森を焼き穀物を踏みにじり、それでもアメリカは彼らのために戦っているとそう主張するのか。俺たちは歓迎されていない。彼らの道は彼らが決めることだし、武器で言いなりにさせることなどできない。この戦いは間違っている。あるいはアメリカはそれを知ってあえて、いやそんなことは考えたくない。ゲームオーデン作戦。我々の海軍勢力がメコンデルタ周辺に集結している。ベトコンはこの地域に多数の港を抱えているが、その港を奴らから奪取するのが今回の任務の目的だ。また今回は新型照明爆弾の試験投入も行う。こいつで敵の目をくらまして反撃を封じ、その隙に海軍特殊部隊が港に爆薬を設置するという流れだ。目にもの見せてやれ。うん、主人公もいよいよなんかおかしいんじゃないかって思い出してるね。でファントム、コブラ、チヌク、この3台で行くみたいだね。よし行こう。一帯には多くのベトコンがいる。奴らの視界を遮断し味方を援護しろ。照明弾を落とせって言ってるけど、どっちや。こっちか。あそこか。照明弾をあそこにポイポイすればいいのか。思いっきり真逆に飛んでったけどね。何しようとしてたんだこいつは。照明弾をポイッと。命中確認。これでいいんですか。特殊部隊を降下させるぞ。見つからないように降下地点まで運べ。なるほど、これで血抜くか。あれさっきもジョートンプソン乗ってなかった。こっち
こっちか。高度を低く保て。え、どれぐらい、どれぐらいがいいの。ああ、着陸しないといけないのか。え、大丈夫これ。ちょっと待って、これ対空砲、あの対空砲とかいっぱいいすぎじゃないですか。わあ、これで破壊しながら行った方がいいですか。ちょっと高さを上げて、操作がうんこだ操作がむずいなこれ。RPG とかいますけど、あの辺りとか、わあすぐに降ろさないといけなかったのか。川川に降ろすのこれ。まあいいけどさ、なんでだよで、高架地点に運んで、これはどうしたらいいんだ。え、あ、そういうことか。は何すりゃいいのいやあ、めっちゃ低くないといけないのねこれ。4メートルとか3メートルとかそういうレベルを飛んでますが全く意味が分かんないわ。まあね、人が飛び降りれる距離って言ったら、まあそれぐらいだと思うから、まあ、そういうことなんでしょうけど。よし、じゃあ帰ろう。やっとか。基地周辺の燃料庫を破壊して敵の注意を引き、特殊部隊に爆薬を設置させろ。また上トンプソンかもういた至るものにもうパッパッパと乗り込んでるね。びっくりだよ。で、あそこにある3つの貯蔵庫を破壊すればいいと思うんですが、これってさ、ある程度距離離れてても当たるんじゃないか。当たるよね。当たった。これはちょっと上か。あんまりそんなね、近くまで行かなくてもなんとかなるでしょ、これ。これで当たるんじゃないか。ちょっと下すぎたか。OK。あ全然近づかなくても倒せたっていう。倒せるっていうか破壊できたっていうね。よし、帰ろう。終わった。はい、ミッション結果。1965年12月18日、アメリカ軍はベトコンに対して効果的に戦いを進め、戦略的重要ポイントであるメコンデルタをその掌握下に置いた。アメリカ軍は火力でベトコンを圧倒し、新型兵器の照明爆弾も大きな成果を上げた。息子へ、あなたの父さんが戦争に行った時の悪夢がよみがえりました。私は女手一つであなたたちを育ててきましたが、それはあなたたち二人を馬鹿げた戦争で失うためではありません。私は家族全員を戦争で失う運命なの。私があなたを止めていたら、ニールもあなたの後に続いて入隊しようとは思わなかったでしょう。ニールに教えてやって。人を殺したからといって一人前の男になれるわけではないということを。ニールはあなたの言葉になら耳を傾けるでしょう。
父さんがいなくなった後、ニールはあなただけを見て育ったから、あなたならニールを説得できると信じています。どうかニールと話をして戦争に行くなと言ってください。愛してるわ、母より。ヘイスティング作戦。非武装地帯の南部にいる偵察隊から北ベトナム軍が集結中との報告があった。捕虜から聞き出した情報によると、ニコ連隊がクアンチ省の解放を画策しているようだ。奴らを攻撃して撤退させるためヘイスティング作戦が発動された。我々の任務はナパームによる爆撃と海兵隊の輸送、そして彼らの戦いの援護だ。頼んだぞ。ほう、母親からの手紙がだんだん質になってきたな。ファントム、色恋、コブラ、この3機で行くのか。よし、ということで今晩のサタデーナイトゲームショーはここら辺で終わりにしておきたいと思います。ということで、いかがだったでしょうか。気になる続きはまた来週。ゆっくりお休みなさい。バイバイ。